で、そう、今週台湾に行きます。よりも楽しみすぎる台湾のファンシーフロンティアっていうイベントに参加します。だからもうあと3日4日とかで出発。台湾の街中で配信とかできたらしたいなーって思って、できたらいいなーって思った。台湾は私ね、すごい好きなご飯があって、西門の天天里っていうルーロー飯屋さんが好きなんですよ。で、そこに行きます。なんかね、美味しいんですよ。ひひ もともとアプリでポチポチ中国語を勉強しているんですけど、今は追い込みでいっぱい頑張って勉強してます。で、なんか香港のさ、広東語あるじゃないですか。あれみたいな感じで台湾にもあるらしくて、言葉が。それもちょっと見て、全然違う言葉なんだって思ってびっくりしちゃった。勉強じゃあよ、ありがとう、頑張る、頑張ります。ひひ